2014年11月19日、とあるスレッドが立てられました。合宿で免許を取っていた時の話。私が21歳の時、田舎者のくせに車の免許を持っておらずいい加減どうにかしようと躍起し、東北地方に合宿で免許を取りに行った。友達がいないので、一人で、一番安い自炊コース、食事も掃除も身の回りのことは全部自分でするから安いを申し込んだ。新幹線で4時間ぐらい程度揺られ、ようやく着いた東北は春前とはいえ極寒。駅で迎えを待ってると、同年代くらいの男の子がそわそわと髪の毛をいじっていた。極寒なのにタートルネックでノースリーブ。なんか羽織持ってたけど脱いでた。こいつは重要人物なのでこれからはノースリと呼びます。ああ、こやワンサマーラブ狙ってるボーイだなと思いつつ鼻くそをほじっていると、〇〇自動車教習所と書かれたバスが来た。運転手さんの他に女の子が二人、男の子が一人乗っていた。ノースリは荷物だけ後ろに置いて助手席に座り、私は男の子の隣に座った。バスが出ると車内は全員初対面なわけで、もちろん沈黙。ノースリのでかいキャリーバッグが、ガンガン女の子に当たってる音だけ響いてた。キャリーバッグが女の子に当たるたび、ノースリは振り向いて、あ、殺戦、とそわそわしていた。女の子はめちゃくちゃ嫌そうだった。なんとか教習所に着くと、入校式みたいなのが始まった。さっきも書いたが私は自炊コースなので、教習所が借りてるアパートに他の教習生と二人一部屋で暮らすことになっていた。私と2週間共に過ごすかわいそうなガールは、バスでノースリのキャリーバッグがガンガン当たっていた女の子だった。この子は初対面から、付箋いる？私付箋いっぱい持ってんでー、と、独自の世界観をぶっ込んできたので、付箋と呼ぶ。ノースリは、さっきは、サーセした。と謝っていたが、付箋は、はぁ？と首をかしげていた。ノースリは許されたと思ったのか、教習所に置いてある俺の空を嬉しそうに呼んでいた。一日目は学科が3つ、技能が2つあって、アパートには20時前に帰った。付箋に、一緒に食材買いに行こうと、近所のスーパーに誘われた。とりあえず私はお金があまりないので、米だけ安いの買ってどうにかしようと思ってたのだが、付箋はとりあえずめちゃくちゃ買う。刺身とかケーキとかまで買ってた。飲み物を選んでいると、ノースリに出会った。東京出身だと言っていたが、東京にもこんなチープなやついるんだなぁと思った。ノースリは自炊コースではなく、ちょい割高の旅館コース。起きたらご飯があって、帰ってきたら掃除してある、母ちゃんが家にいるみたいな感じ。ノースリは、カゴいっぱいにチューハイやらビールやらを詰めて満足そうにしていた。ほう、続けたまえ。ノースリくん、バリ買うやん。あ、うす。今から旅館の奴らと飲むんす。はぁ、あ、男だけで終わってんなぁ。旅館コースは男女ごとに分かれているので、ノースリがいる旅館は必然的に男だけ。あ、じゃ、付箋さんと一さんも来てくださいよ。はぁ、あ、入れんやんけー。付箋はさっさと会計を済まし、帰っていった。私もそそくさと 5kg の安い米を抱いて帰った。付箋は惣菜をレンジで温め、刺身を皿に盛り付けて、私の米が炊き上がるのを待っていた。付箋は自分の砂糖のご飯を買っていたので、別に私の米が欲しかったわけじゃない。米が炊けるまで付箋にいろんなことを聞いた。お金持ってんのになんで自炊コースなのかとか、どこ出身なのか、とか。すると付箋は、20歳看護学生。自炊コースなのは親が勝手に決めたから。関西出身千葉住み。ということを教えてくれた。見た目は愛嬌のある黒木明さって感じ。喋り方はアホっぽいが結構賢いように感じた。付箋は買ってきた惣菜を机の真ん中に置いて、私にも食べさせてくれた。付箋はもともとそのつもりで買ったらしい。明日から二人で料理しようか、と提案したら、私料理できんのよ、と、ビール飲みながら手早く後片付けをしていた。その日はお風呂に入ってすぐ寝た。次の日は9時から教習だったので、8時くらいに起きると付箋がご飯を作っていて、ベランダにはすでに洗濯物が干してあった。付箋ちゃん、やってくれたん？私も関西出身。ほんでいちちゃん、いびきうるさいわー。付箋は、味噌汁とだし巻きを作ってくれた。美味しかった。付箋ちゃん料理できてるやん。すごい、ありがとう。結論から言うと、付箋は何でもできたし、とても気遣いのできる人だった。教習から帰ると、いつの間にかタイマーを設定しておいてくれたのか、部屋は温まってたし、米は炊き上がってた。多分初日に出来合いの惣菜ばかり買ってたのは、私が米しか買ってなかったから、料理していいのか迷ってしまったからだと思う。次の日から、大体学科も技能も教習が被っていたので付箋とは結構仲良くなった。そしてノースリも、入校日も一緒のこともあって、よく一緒に行動した。しばらくすると、私はノースリが付箋のことが好きなんだと気づいた。
ノースリキモモ。ノースリは、ことあるごとに付箋を褒めた。スタイルいいね、おしゃれだね、しっかりしてるね、など。私は食べるの早いね、くらいにしか褒めてもらったことないのに。付箋は、お前ほんまに東京もんかい、福田っさ、と容赦なかった。そして仮免許合格祝いに、私たちのアパートで軽く飲み会をすることになった。もちろん建前上男子禁制のアパートだが、他の部屋には普通に男子が来ていたし、教官も目をつむっていたと思う。その日の教習を、付箋は、部屋でおつまみ作るわー、と言ってくれたので、ノースリと二人でお酒を買いに行った。あー、付箋さん、かわいいっす、やばいっす。あー、やっぱ好きやったんやなー、と、チャーシュー見ながらブヒブヒしてたら、ノースリはガンガン来た。こいつは初日からガンガン来まくりである。付箋さん、俺のことどう思ってるんすかね。付箋さん料理もできるんすか。ダメなところあるんすかね、あの人。あー、一さん、俺らのこと取り持ってくださいよ。実はというと、付箋もノースリの前では悪態をつくのだが、ノースリの行為をまんざらではなく受け取っているように思えた。私の前ではいつもニコニコしながら、ノースリの悪口を言っていた。多分、この二人はすぐくっつくだろうなぁと薄々感じてた。だが、私は今まで彼氏は愚か友達すらできたことのないような女である。取り持ち方がわからなかった。とりあえず、付箋は力持ちが好きだよ、と伝えると、ノースリは遺産で私の分の荷物も持った。アパートに戻ってから、普通に飲んで喋って、私はいつの間にか寝ていた。目を覚ますと、付箋はベランダで洗濯物を干していた。どこか物憂げな表情だった。私は急いで手伝おうとすると、ああ、ええよ。昨日私ら、一に迷惑かけたし。と言って、そそくさと家の仕事を終わらせ、教習所に行く準備を始めた。私は昨日のことを全く覚えていなかったため、合点がいかないままその日の教習を終えた。次の日、三人一組になって教習生のみで経路を考えながら協力して、交代でいろんな目的地に向かう教習があった。付箋は違うグループに入っていた。ノースリは神社に行きたいらしいので、もう一人のペアと経路を考えていた。あ、ここ縁結びの神社やな。お前好きな子いるんか？あ、は。なるほどな。と、こんな感じで、ノースリのヘッタクソな運転に揺られながら経路案内していると、あっという間に目的地の神社に着いた。本来は着いたらすぐ次の目的地に向かうのだが、ノースリがダダこねたため、少しだけ停車してお守りを買いに行った。私は、この神社にご利益があるのかわからないが、美人になるお守りというのを買っておいた。だが、その日の14時頃、事件は起きた。周りに何の建物もない広い農道を走っている時、大きな揺れが起こった。教官が緊急ブレーキを踏んで、エンジン切れ、と叫んだ。その時運転していたのは不幸にも私だったので、おわあ、とわけもわからずわめいた。教官が私に乗り上げエンジンを切った。電柱がフロントガラス手前に倒れて、エアバッグが飛び出た。もうわかっている人が多いと思うが、この日は2011年3月11日。東北地方太平洋沖地震が東日本を襲った日である。どのくらいじっとしていたかわからないが、余震もまだ収まらないのに、教官は外に出た。私たちはひたすら伏せていたので、外の状況はわからなかった。教官はすぐに帰ってきて、ずっと黙っていた。すると、ノースリがいきなり規制を上げた。ドアを開けて規制を上げながら、どっかに行った。その時、初めて外を見た。目の前が地割れして、地面が大きく崩れていた。何本も電柱が倒れていて、遠くの方では火の手が上がっていた。教官がノースリをとっ捕まえて、車内に帰ってきた。地震か。この辺は内陸やし、津波は大丈夫やと思うけど。実際、私たちのいたところは津波の被害からは免れた。車はもう動かないし、ガソリン漏れてる匂いがしたのでとりあえず車内から出ることにした。携帯もいつの間にか圏外になっていた。とりあえず教習所に歩いて戻ろう、5km くらいしか離れてない。街に戻ると、あらゆる建物が倒れていて、ところどころ火事。もう、とりあえず信じられなかった。ノースリはひたすら震えてた。教習所は建物に少しひびが入っている程度だった。固定電話も携帯電話も繋がらない状況だったので、教習に出ていた教官と教習生の安否がわからず、職員の方々は四苦八苦していた。俺生まれて2回くらいしか地震味わったことないんだが、そんなパニックになるものなのか？強すぎですね。阪神淡路は覚えてませんが、ひたすら泣いてました。私たちのように徒歩で帰ってくる教習生たちが続々と集まってくる中、電気もガスも水道も断たれた状態で、ひたすら教習所でガタガタ震えながら待機した。20時を回って、帰っていない教習生は6人、教官は4人になった。
併設の食堂にあった非常食を食べていると、やっと付箋が帰っていないことに気がついた。職員の方に聞いてみると、付箋は山の方に行っていたかもしれない、と答えた。近くにいた教官が顔を真っ青にしていた。そのグループ、土砂崩れに巻き込まれたんじゃないか？結局次の日になっても、一週間経っても付箋は帰ってこなかった。4月に入って、やっと地元に帰ることができた。教習はもちろん中止になって、残りの分は返金。利用してたアパートは崩壊したため、荷物はほとんどどっかに行った。仮免許はあったから、地元の教習所で期限ギリギリになってやっと本免に合格した。後日談。教習所にいる間、ノースリとはたまに話してたけど全然元気がなくて、話してて楽しくなかったのであんまり関わらなかった。まあもちろんみんな元気なかったけど。地元に帰るとき、ノースリと、思いっきり握手して、思いっきり抱き合った。視線を共にした仲間といった感じだった。地元に帰ってからもちょいちょい連絡してたけど、付箋の話はなんとなくタブーだった。そして先月、ノースリが関西に来ると連絡があったので、京都で飲むことになった。ノースリはさすがにノースリじゃなかったけど、タートルネックを着ていた。こいつは首に傷でもあるのだろうか。ノースリは、ポツポツと教習所にいた時の話をし始めた。私たちのアパートで飲んでいた時、ノースリは付箋に、好きな人はいるか？と尋ねたらしい。付箋は苦笑いしながら、酔っ払って爆睡している私の方にキスをした、らしい。その時、飲んだ次の日の、気まずそうな付箋の顔を思い出した。付箋は、私の前では、いつもテキパキニコニコしていたなぁ。あれは私にアピールしてくれていたのかな、と、自分が情けなくなった。付箋は、結局行方不明のままだった。実家の詳しい住所とか全然聞いてなかったから墓参りにも行けず、供養もできていない。付箋との思い出も、アパートの下敷きになってしまった。たまに病院で看護師さんを見ると、ちょっと感慨深くなる。付箋も生きてたら、今頃テキパキ働く、綺麗な看護師さんだったんだなぁ、と。この話は終わりです。先月のおすりと会って、ちょいちょい書き溜めてました。長々と付き合ってくださった皆さん、ありがとうございました。胸が苦しいよ。その教習所は再開してるの？そうなら名簿とか残ってるかもよ。再開しました。問い合わせましたが、個人情報なので、と言われちゃいました。そっか、そのあたりはクールな対応なんだね。教習所に事情を話して、こちらの連絡先を付箋の連絡先に送ってもらうのはどうかな？なるほど、それやってみます。ありがとうございます。ノースリとお墓参りに行けるようにお祈りしてるよ。ノースリも最初は変なやつだと思ったけど辛いだろうな。ただのチャラい恋愛ものだろうと思ってたから、不意をつかれて号泣しちゃったよ。付箋ちゃん、生きてていつか会えるといいな。